日本には宗教を信じる人はたくさんいるが、信仰心のある人はほとんどいない。石原さとみさんより青井空さんの方が演技がうまい。 東京の一番いい観光地は横浜である。最も素晴らしいアイドルグループは AKB0 だ。アニメは誤りじゃなかった。金曜日の夜の渋谷はもう少し混雑してもおかしくない。ハロウィンの渋谷を見たことある。近藤マ理恵さんはもうちょっと物を捨てれるはずだ。前奏は見たことある。相撲選手はみんなもっと太ってもいいような気がする。アメリカ人見たことある。ミーシャより初音ミクの方が歌がうまい。新幹線をボレットレに訳すのは不自然だ。なんとかなんとか安国人 史上最高の日本ゲームソフトは呪いの封印だ佐々木希さんより宇佐美里香さんの方が断然美しい喧嘩売ってんじゃねえぞ神戸牛よりスきアのとろりチーズ牛丼の方が美味しいコナンは ハンリヒルンゲを見習うべきだ日本一性格のいいチューバーはキズは絆イちゃんだ。1998年のゴジラは一番いいゴジラだ。新しいスマッシュブラザーズはブラザーズが足りない。魚天国よりお肉食べようの歌の方がいい。毎食お米を食べる必要がない。すでにサインしたものに印鑑をつける必要がない。鼻水が出ても病院に行かなくても大丈夫だ。日本一美味しい緑茶は僕のアパートのロビーにある自販機から出てくるものだ。宇多田ヒカルのアルバムの中で一番 感染連されているのはエクソダスだ。書くことに関しては漢字よりカタカナの方が難しい。初代のポケモンの中で一番かっこいいのはラットトラップだ。サラリーマンより OL の方が仕事に精を出している。外国人の大多数は日本人より心配事が少ない。